ひょんなお話をしてみたいなと思います。遺産相続という問題について、まあ、最近テレビなんかでですね、よくそういう話題があったり新聞にも載ったりするので、こう目をこうなんとなくこうそこにこう見てみるんですけどね、まあ、調べたらそれぞれ、まあ、分かることなんですけど、まあ、簡単にお伝えしたいことをお話してみたいと思います。ですね、遺産というのは、まあ、お父さんが亡くなった、あるいはご両親が亡くなった場合に、例えば子供が2人いると、それを、まあ、2人で分ける、あるいはお父さんが亡くなってお母さんがいた場合には、そのお母さんが2分の1で、子供が2人だったらそれを等分に出すから4分の1、4分の1ですね。まあ、配偶者は半分で、残りを子供で、均等に分けるということです。で、まあ、子供がいない場合には、その、老いとか命とか、まあ、いろいろなってくるんで、これは、まあ、ぜひまた調べてみてください。で、ちょっと面白いなと思ったのはですね、例えば、まあ、当園の方とか、まあ、直接その親戚でない場合にですね、身寄りがないからということで、非常にこうお世話をする場合で、その人が非常に喜んでですね、そのあなたは、私は身寄りがないんだけども、あなたはとても親切にしてくれるから私の財産あげましょうというケース、これ実際私も人の話で耳にしたことがあるんですけどね、そのお世話になったから私の全財産あげましょうというふうなことで、実際にですね、貯金通帳なんかをもらった場合にどうなるかというと、実はそれは非常にややこしいことになるんですね。遺言があれば問題ないんです。全く遺言があれば問題がありません。ただ遺言にもですね、なんかちょっとこうメモに書いてあるっていうのはほぼ無理ですね。正式な、遺言というものを作っておけば全く問題がないです。ただしですね、その遺言がなければ、例えばいとこの場合も相続権ありませんで、他人の場合は相続権ありません。それが仮に通帳をもらったとなるとですね、それはもう窃盗というか盗んだということにもなりかねないですから、これは非常に危ないです。きちっとした法定相続人の場合だったら、まあ、問題がないですけど、それ以外の場合は遺言がないと非常にまずいことになる。これはぜひ知っておいてください。で、親がですね、土地財産、土地家財産を持っている場合、あるいはお金を持っている場合に、お金とか財産っていうかな、お金は大体均等に分けられるんですけど、土地と家というのは、その売ってその金額を割るというのはできますけど、そのものそのものは割れないですからね、それは結構難しいです。だから兄弟が何人かおられる場合にはですね、土地と家は誰それに譲るで、それ以外は分けなさいとか、それ以外はまた別の人に譲るというふうに、遺言がないとまた難しいことになります。割れないものはですね、とにかく遺言ではっきりさせないと難しい問題になります。まあ、この頃いろいろその骨肉の争いとかですね、いろんなことを聞きますので、それはぜひそのしっかりしている時に遺言を含めてきちっと相談された方がいいと思います。